どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで僕は今名古屋に来ています。で今日はですね、スーツくんと急遽金沢旅行を一緒にすることになりました。この動画は全5話ぐらいのシリーズ企画になると思います。なので毎週土曜日に出すので、よかったら皆さんチャンネル登録お願いします。もともとインドと台湾に行く予定だったんですけど、僕のパスポートが有効期限切れで行けなくなってしまったんですよね。で、その代わりに金沢旅行を一緒にすることになりました。せめてものお詫びとして、僕は今日は、金沢名古屋間のグリーン車をおごらせていただこうと思います。スーツくんが、もうチケットを買ってしまってるということで、上乗せで普通の席ですよね。そう、あの自由席なんで。あ、じゃあ上乗せでちょっとグリーン車にさせていただきます。この自由席を、グリーンに変えていただきたいのと、で7号なんですが、それ金沢までで、時間はあと6分ぐらいですかね。6分までは大丈夫です。駅弁買いましょう。じゃ あの駅弁はただどこで売ってるか、それだけが問題。確かに、名古屋と金沢間はなんか車内販売がないらしくて、ただね、途中の米原駅で多分10分ぐらい止まるんですよ。あ、そうなんですね。だからそこで何かあったらね、買ってしまえば。確かに。朝ごはん食べました。朝ごはん名古屋ってちょうどいい都会ですよね。そうなんですよ。あの、まあ、境の方が、ね、もっとすごいらしいけど、でも名古屋駅周辺もいっぱいですよね。僕今日、昨日アパホテル、境にあるアパホテルに、はい、あ、こっち、泊まってたんですけど、はい、やっぱ周りが繁華街で楽しかったです。あ、そう、あそこはね、なんかこう、いかにこれぞ賑わいって感じ。いや、本当に。だから名古屋の就活イベントに参加してたんですけど、はい、あ、ごめんなさい、11番じゃなかったか。やばいやばいやばい。あ、11番じゃないの。まだあと3分ある。はい、余裕ですね。1号車入りますか。いえいえ、貸し切りだ。グリーン車ってやっぱいいですね。なんかこうふかふかな感じが。そうですね。あの普通車だと今度でパソコンとかやったりするのも横の人が遠慮してる。いや、本当にそうですよ。絶対だってその4400円分の多分時給じゃないですか、うん、グリーン車の方が生産性高くなったら結果的にプラスに採算取れます。そうですね、そうそう、まさにその考えで、あの普段の動画撮らないけどグリーンに乗るっていう場合は、まあ、大体その考えでやりますね。いや、絶対そっちの方がいいと思うけど、あの山の上に小さくちょこんと岐阜城があります。わかります。岐阜城って山の中にあるんですね。そうそうなんです。あの織田信長が攻め落とした。金沢の観光はしたことありますか。金沢観光もね、3、4回ぐらいしてるからね。近江町市場も行ったし、うん、それからあとはあの金沢城公園も兼六園も行きましたね。行き先変えます。大月です。3時頃なので、東茶屋街にとりあえず向かって、おやつの時間って感じですね。はい、いい休息になりますよ。今ね、しゅんさんがあの米原駅に着くところなんだけど、電話が来たってんで通路へ行っちゃったんですよね。電話ってすぐには終わらないんだろうかな。そうすると一緒に駅弁買いに行こうって言ったのに行けなくなっちゃうわけですが、まあ、私は手が空いてるんで行くことはできます。一応彼に聞いて、ここに置きっぱなしにしていいかどうか聞いて、 OK だったら私が駅弁を買ってあげることにしましょう。 EF210 貨物列車ですね。北陸線に入ると進行方向が変わって、あのつまりこっち側があの左側になりますんで、あ、お帰りなさい。どうぞどうぞ。あ、よかったよかった、間に合ってよかった。だからね、あの琵琶湖があのこれから進行方向が変わって、こっちに琵琶湖が来るようになるんですよ。ちょうど僕ら湖側の座席ですね。8分ですよ、ね、8分。意外と、あ、まあ余裕ですよ、ね。まあ僕は余裕だと思いますけど、あっち反対側の白鷺号、かっこいいと思う。かっこいい。こちらが白鷺号っていうことで、かっこいいですよね、めちゃくちゃ。なんだこれは。なかなか前から見ることはないですよね、電車って。この顔のやつとそうじゃない顔のやつなんですけど、白鷺は必ずかっこいい。いや、かっこいい、かっこいいわ。電車ハマりますね、これ。あとね、そうしたら1分ぐらいだ。やばい。ただね、前から行ってどういう。前原の名産は何だろう。何なんだろうな、いや僕も分かんないです。あった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 。近江牛の多い、はい、で醤油飯、はいはい、同じ近江牛なんですけど、こちらもお醤油でご飯が炊いてます。じゃあ僕はこれです。じゃあ僕は醤油で、はい、お願いします。お願いします。いただきました。はい、じゃあ荷物持ちぐらいやります。 ありがとうございます。え、回せるんですか。進行方向ですから。あ、回るんだ。例えば金沢東京間の新幹線も回る。回ります回ります。回ったら初めて知った。すごい美味しそう。っていうのこっちの。いただきます。
なんかコメントした方が良かったかもしれない。美味しいです、うん、ちょっと後で交換して食べましょうよ少し。ぜひ、うん、あ、ごめんなさい、僕のこの弁当箱は少し映り込んでたけど、うん、これちなみに何でしたっけ。これはね、あの醤油味ですね。よかったです。ちなみに好きな食べ物は何ですか。椎茸です。ちょっと単純にこの白鷺がね、向こうにも並んでるんですけど、はい、2つ並んでるとかっこいいから。確かに。ちょっと写真撮ってみていいですか。撮りましょう。これかっこいいですね。かっこいいですね。いや、なんかこの顔面いいですね。そう、これはね、とても素晴らしいと思う。とても素晴らしいと思う。映りやすい。こっちの顔はそう、難しい。こんな感じでいきます。はい、チーズ。僕はですね、1週間ぶりになります。1週間ぶり。てか僕より金沢来てる気がする。僕2ヶ月ぶりですもん。先週金沢市民として紹介されてたしな。令和になってどうですか。気に入りましたね。とてもいいと思います。あの、こういう言い方でいいのか分かんないですけど、とてもセンスあると思います。いや、久々だ。やっぱ寒いっすね、金沢。こないだ来た時よりはあったかくなりましたかね。まあさすがに4月のもうちょっとで中旬になろうとしてるから。でも桜ももうちょっと多分満開なんですよね。あ、確かに。着いた、金沢駅。久しぶりだ。過ごしやすいね。いい気温ですね。いい気温ですね、今日は。茶屋街の横にある川のお花見からの茶屋街の、そうですね、それがいいかもしれない。お茶をしましょう。ちょっと水を差すようではあるんですけど、はい、トイレ行ってもいいですか。いや、いいな、鼓も。これ本当に立派ですね、はい、上の飾りね、これ、はい、工事中だと思ったんですよ、ずっと。工事じゃないですよ。これでもおしゃれじゃないですか、これ。それで、工事終わったんだなと思って改めて見てみると、はい、でもこういうデザインもいいなと思いました、ちゃんと。いや、いいっすよね、なんか。だから最初はずっと工事が終わったらどうなんだろうなって。YouTuber だよみたいなことで、なんか大騒ぎしてる人たちがいたの気づきました。気づかなかったです。全然僕もね、はい、言わなかったんですけど、その時喋るの難しかったから。なんかこう2人でやってると結構目を引くからまた来るかもしれないですね。いや、確かに。え、マジですか。あの中団の方ですよね。そう、なんかあのスーツ着た人たちいたじゃないですか。はい、就活生ですよね、多分あれ。ああ、そうだったのか。じゃあもしかしたら知ってたのかもしれないですね。いいですね。まだこれちょうど光の具合も良さげな時間帯ですね。いや、本当に人も少なくて。はい、チーズ。普通にいいな。え、満開じゃないですか、今。そうね、ちょうどそう見えます。あ、綺麗だ。僕の中学校の通学路がここだったんですけど。こんな観光地のど真ん中を歩いてたんだ。はい、でバスケットボール部だったんですけど。ああ、ですね。で、え、どうした。なんかあったか。ドリブルをしながらここを毎日通ってました。え、観光客はその当時そんなにいなかったんですかね。いや、いたんですけど、街中バスケットボーラーっていうふうに言われてました。今もできるんですかね。今は多分人が増えすぎてできない気がする。だからそれあれじゃないですか、ちょっとミスったら車道に。いや、そうなんですよね。車に轢かれそうに何回もなりました。なんかどことなくいい匂いもしてくるしね、美味しそうな。本当だ。あの魚の煮付けの匂いがする。あ、ちなみにあの魚常っていう店は、はい、石川でもすごい美味しいって言われているお店です。あ、じゃあそこからしてくるのかな、もしかして。なんかいい匂いした。金沢のいいところは静かなんですよね、はい、結構。あ、確かにそうですね、うん、全般的になんか落ち着いてるから、うん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 、東京で疲弊しきった人はかなりいいと思います、うん、都会なのに静かですからね。確かに都会、まあ割と田舎すぎもしないですよね、うん、まあ、僕は金沢は結構の大都会だと思います。本当ですか、うん、大都会。まあ、駅の方は確かに、うん、まあ、他にも車があんだけいっぱい走ってて、あの道を人がいっぱい歩いてるし、やっぱ道を人が歩いてるかどうかってあの都会の基準だと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ本当の地方の田舎に行くとまず徒歩っていう人はいないですから、ね、あ、まあ確かに。歩いてると怪しまれるレベルになるだろうから。いや、でも今の言葉はすごい金沢市民全員喜びますよ。あ、そうですか、はい、いや、もうね、あの人口こそ新潟の方が確か多いんですよね。だけど金沢、これも、はい、何年だったっけな、忘れ。あの橋がこういう風にこうなってるじゃないですか、わかりますかね、この、はいはいはい、構造。これが僕好きです、ね、あ、確かに瓦が段階的になってて、そう綺麗だな。あっちは何、僕今年初めてですもん、花見するの。僕もなんかなんだかんだいろいろやってるけど、誰かと花見したのはもう何年ぶりかも。何年ぶりですか。そう、ちょっと走ってが徳田修正記念館って言って、僕の母校の和和小学校出身の、 あの文才の方ですねの記念館。文才って、いや、なんかピンクと黄色でなんかいい感じの、ね、綺麗なコントラスト、ね、コントラストがお花。いや、いいな。あ、菜の花の匂いだ。やっぱ虫になった気分だ。これ食べるそう、なんか
これ葉っぱを食べるでしょ、菜の花って。甘いっすよね、多分これ。え、そうなの。え、花って食べるんですか、菜の花。菜の花葉っぱですかね。え、葉っぱでしょ。え、あ、花もあるけど、つぼみじゃないですか。花の方が美味しそうじゃないですか。あ、まあ食えるかもしれないですけどね。ちょっと勝手に摘んで食べるわけいかないけど。そうですね。人様が育ててるやつだからね。そっか、めちゃくちゃ甘いにも。葉っぱだけじゃなくて、確かによく考えてみればつぼみも食べるんですよ、ね。なんか菜の花の味噌汁ってありませんでしたっけ。なんかあのうちの大学でもなんか今作って売ってますよ、菜の花のおひたしとか。こんなに人がなんていう閑散としているので、金沢に遊びに来てください。意識にしましょう。はい。こんな石があったと思う。結構汚いね、結構泥だらけ。あ、下手くそだ。まあまあでも一個いったね。これで水平に行けばいいね。おー、いけた。あ、結構すごい。結構なホースね。あ、よかったよかった。橋場町に着きました、スーツ君。いや、すごい。見てください、これ綺麗だな。桜バックに。はい、Thank you. はい、チーズ。